どうも、こんばんは、N です。今回は東京グルリインボーク年末年始キャンペーンリインボーク VS フェスキャラクター第2弾の、凶暴金木やっていこうかと思います。アニマ使ってね、やっていきましょう。結構強いからね、こいつ。この人のアニマ強いんだけど、なんかその別の人の火力になんかもうぶっぱしてない系のアニマ使うと、あれここでやれねえのかみたいな感じでね、戸惑っちゃうことがあるんだよね。素材になりそうだ。急にボス戦だけど、あいつのやつかわ、ちょ待って、見れねえ。どうやって見るんだこれ。あ、こうか。ダメージ 100% カット、スキルダメージ 100% カット、何これ。これは最初にブレイクだけってことか。ブレイクしか効かねえってことだね、これ。削ろう、さっさと。あ、めっちゃ食らうやんけ。どうしよっかな。マドスさん、マドスさん、このターンは、ダメージ 100% カットついてっから、あ、そうだね、ダメージ 100% カットついてっから攻撃はまあしない方がいいと。あいついつさ、隠れ出してくんだろう。もう出しやがったぞ、あいつ。早すぎ。おっ、カグネ出してくの早すぎな。50カット。あ、まあ、これはめ全然いけんじゃねこれ。調子乗って、調子乗ってけいけんじゃねこれ。こう。いやー、全然食らわねえんじゃん、これ。おいよ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 。どうかな。こう。いや、待って、めっちゃ調子乗ったけど大丈夫。めっちゃ調子乗ってシフトしまくったけど、これ大丈夫。いけそうだな。凶暴金木かっけえな、やっぱ。なんでさ、ちょっと体傾いてんの。怖っ。前衛に 160% 丸に出血。出血はせず、こうスキブ使ってやりたいんで、窓さんにやってもらおうか。じゃあ窓さんにスキルを使わせたいから、これどんだけいくんだよこれ。とりあえずこうやって、マドさんがどんだけいくかわかんねえ、これ。いや、いかねえじゃない、これ。まあいいや、これスキブで、アリマで、バチコイ。あ、これいったでしょ、これ。はい。駆逐完了。ダメだな、これちょっと余裕すぎるな。このアリマ強すぎ、ワロタ。最後340万ぐらいで縛ったけど。バフかけないでね。バフかけないで340万で縛ったけど。はい、ということで、凶暴金木でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。